少年の日の思い出が、大阪不在住のコレクター所有の鳥類コレクションの中から発掘され、大阪市立自然史博物館にて、ヘッセ昆虫展に合わせ一般公開された。ヘッセが1911年6月6日に、ミュンヘンの雑誌、青年に発表した、ダスナット・ホーナジが初行だが、20年後の1931年に開校し、題名を、ジャガンジェ伝展に変え、 ドイツの地方新聞、ベルゼバーがゼネラルアンツァイガーの1931年8月1日号に短編小説として掲載された。これ以外にも、長が小さなが小さながの話などに、解題の上、発表されている。1931年に、日本の読文学者である高橋賢治がヘッセを訪問し、 別かり際に列車の中で読みたまいと渡された新聞の切り抜きが、ジャガンジェデンケンである。高橋ははじめ、この物語に、少年の日の奥での放題をつけて翻訳したが、後に、少年の日の思い出に変更された。高橋が、ダスナット・フォーナジーに対して、少年の日の思い出の放題をつけたとの誤解もあるが、高橋はあくまで、ジャガンジェデンケンを訳したのであり。 少年の日の思い出の放題も特に不自然なものではない。1947年に高橋賢治役が日本の国定教科書に掲載された。それ以来、現在の検定教科書に至るまで70年間以上も掲載され続けており、このヘッセの作品は日本で最も多くの人々に読まれた外国文学作品といえる。一方、 ドイツで発行された単行本や全集に収録されているのは全て1911年の初行で。これは、戦術の通りヘッセが高橋に新聞の切り抜きを渡したために、ヘッセの手元にはジャガンジェ電ンが残っておらず、ヘッセの膨大な遺品、資料の整理をしたフォルカー・ミヒエルスでさえもわからなかったためである。あとに、この新聞は千葉県の教師により、 ビルツブルグの地方新聞社、マインポストのマイクロフィルムから見出され、ヘッセ昆虫展において初公開された。この新聞コピーが日本にあることを突き止めたのは、この昆虫展を制作、運営した日本昆虫協会理事で当時、栃木県庁職員であった、新井部高領である。新部はまた、大阪より発掘されたパルテベニヒカゲを、東洋大学名誉教授、岡田沙夫ともに、 ヘッセの最終品であることを証明してみせ、さらには、広島県在住の師匠が所有していた、ヘッセの直筆水彩画2点を借り受け、下津家市において、世界初公開した。うち1点の、オグのシート題された、水彩画は、フォルカー・ミヒエルスの勤務する、ズーアカンプ社に伝送され、2013年版、ヘッセ水彩画カレンダーの4月分を飾った。ドイツ・スイス以外の国に存在する、 直筆画としては、初めての採用であった。なお岡田は2020年に、少年の日の思い出とその諸行について、詳細に論じている。ミタリア・アーズ・ナット・フォーナジ山ヤマ,マが1931年当時、この物語の鍵となる画には、和名が存在せず、高橋は、カエデ・カイコガと訳していた。後に、日本昆虫協会副会長を務めるほどの、 昆虫好きなドイツ文学者となる、岡田沙央が、大学時代にドイツ語の資料を調べたところ、ドイツで、ナットフォーナジと呼ばれるがは、複数折、ミタリアアーズナットフォーナジ、ウィーンナットフォーナジ、クライノスナットフォーナジの3種が、問題の名の候補に挙げられた。このうちウィーンナットフォーナジは、ポケットに入れるには大きすぎること、クライノスナットフォーナジは、希少性が低いことから、 ミタリアーズ・ナット・フォーナッジこそが、エーミールの画であると断定し、岡田によってそれぞれ、クジャクヤママユ、オークジャクヤママユ、ヒメクジャクヤママユの和名が付けられた。一方、クジャクヤママユであれば行わない敵に対する威嚇行動が、作中で説明されている点については、ナット・フォーナッジと名前の似ている、スズメガカのアベン・フォーナッジの行動をヘッセが混同していた可能性を、 岡田は指摘している。なお、右のクジャクヤママユズは、ヘッセが少年時代に開かず見ていた19世紀末の同版画図鑑から撮ったそのものである。岡田は大学院時代、指導教授であった高橋に壊れて画について降釈した。折に、カエデ画から、クジャクヤママユエの修正を進言した。高橋の訳である1982年のヘッセ全集にでは、 クジャクヤママユではないが、同じヤママユ画家で日本固有種のヤママユ画と表記されている。岡田は後に、ジャガンジェ伝剣の書稿である、ダスナット・ホーナジをクジャクヤママユの放題で翻訳している。ジャガンジェ伝剣も岡田によって新たに訳され、2010年12月にこれを収録した少年の日の思い出へせ青春小説集が出版された。和文記した私が、 客に見せた物語の発端となるヤガカノが、イベリア半島から日本列島にかけてのユーラシア大陸各地に分布し、ドイツではライン上流渓谷とシュバーベン高原を中心に分布している。ドイツではゼルブスオーデンズベンドと呼ばれる。高橋分けのキベニシタバガという名のがはいない。キアゲハ採集の楽しみを改装する冒頭に、例示された揚げ派長家の長。 ユーラシア大陸全域と北アメリカ大陸北西部の広範囲に分布する。日本では波アげハとともによく見られるアゲハげョウで、波アげハが生息しないドイツでは代表的なアゲハげョウの一種にあたる。ドイツではシュワルベンシャボンズと呼ばれる。小紫エーミールを深く嫌をするきっかけとなった縦派町科の町。ドイツではシランホルターと呼ばれる。ドイツには大型。 小型の2種類が生息している。大型はイリスコ紫。小型はイリアコ紫。日本の小紫はイリアコ紫に似ているが別種。北森尾は初期の出版物にニ紫という語色が頻発していた事実を指摘し、その原因は高橋が翻訳時に用いた読話辞典の語色にあることを突き止めた。原文であるドイツ語には単語で、蝶と がを区別することがない。そのため、以降は、がのことも、蝶と表す。子供が寝静まる頃、私は、蝶集めを始めたことを客に自慢する。客の申し出を受け、私は、和文騎士束の標本を見せる。客は、少年時代の思い出をそそられ、少年時代は熱心な収集家だったことを述べる。が、言葉と、裏腹に思い出そのものが不愉快であるかのように、 標本の蓋を閉じる。客は、比例を浴びつつ、自分で思い出を怪我してしまったことを告白する。僕は、仲間の影響で超厚みを8.9歳の頃に始め、1年後には、夢中になっていた。その当時の熱情は今になっても感じられ、微妙な喜びと激しい欲望の入り混じった気持ちは、その後の人生の中でも数少ないものだった。 両親は立派な標本箱を用意してくれなかったので、ボール紙の箱に保存していたが、立派な標本箱を持つ仲間に見せるのは、気が引けた。そんなある日、僕は珍しい小紫を捉え、標本にした。この時ばかりは見せびらかしたくなり、中庭の向こうに住んでいる先生の息子エミールに、見せようと考えた。エーエミールは、火の打ちどころがない、模範少年で、 標本は美しく整えられ、破損した羽をニ皮で復元する高等技術を持っていた。僕はそんな彼を短章しながらも、気味悪く、妬ましく、悪徳を持つ存在として憎んでいた。エーミイールは、小紫の希少性は認めたものの、天使技術の甘さや足の欠損を指摘し、せいぜい20ペニフ程度と酷評したため、僕は二度と彼に獲物を見せる気を失った。 僕の熱情が絶頂期にあった2年後、エーミールが貴重なクジャクヤママユの眉を手に入れ、羽化させたという噂が立った。本の差し絵でしか出会ったことのないクジャクヤママユは、熱烈に欲しい蝶であった。エーミールが公開するのを待ちきれない僕は、一目見たさに、エーミールを訪ねる。ルスの部屋に忍び込み、天使板の上に発見する。天使板から外し、 大きな満足感に満たされて持ち出そうとした。部屋を出た後、近づくメイドの足音に、我に帰った僕は思わず蝶をポケットにねじ込む。罪の意識にいらちれ、引き返して元に戻そうとしたが、ポケットの中で潰れていることに気づき、泣かんばかりに絶望する。逃げ帰った僕は母に告白する。母は僕の苦しみを察し、謝罪と弁償を提案する。 エーミールに通じないと確信する僕は気乗りしなかったが、母に促されて、エーミールを尋ねる。エーミールが必死の復元作業を試み、徒労に終わっていることを安全にしながら、僕はありのままを告白する。エーミールは、下打ちし、そうか、そうか、つまり君はそんな奴なんだな。と皮肉をつぶやく。僕は弁償として、おもちゃや標本をすべて譲ることを提案するが、エーミールは、 結構だよ。僕は、君の集めた奴はもう知ってる。その上、今日また、君が蝶をどんなに取り扱っているか、ということを見ることができたさ。と冷単に拒絶した。収集家のプライドを打ち砕かれた僕は、飛びかかりたい衝動を押しとどめて途方に暮れながら、軽蔑の視線に耐えた。一度起きたことは、償いのできないことを悟った僕を、母が構わずに置いたことが救いだった。 僕は収集との決別を込めて、標本を一つ一つ指で粉々に押しつぶした。牧場やガの収集に熱中していた少年。貧乏なのでボール紙を標本箱にしており、友達に見せるのをためらっている。クジャクヤママユでは、ハインリヒモアと名前が設定されている。エーミール隣の家に住む先生の息子。火の打ち所がない。 模範的な少年のようだが、それ自体が主人公にとって悪徳と捉えられている。小さいながら、きれいに整理された蝶や蛾を所持しており、修理法も得得している。私、物語冒頭に出てくる、大人になった、僕の友人。子供ができた影響で、また、蝶の収集を始め、それを見た、僕が、昔の思い出を語り始める。僕の母、僕に対し、 エミールに謝りに行くよう促した。ありがとうございます。